何かお困りのことはありませんか？まだまだ二人とも元気だけど、先のこと考えると。この辺で同世代で集まっていろんな話ができる場所ありませんかね？赤ちゃんが生まれました。幸せだけど初めての子育ては何かと大変。私一人暮らしで不安です。近所には相談できる身内もいないしね。福祉や子育て、生活健康に関することで困ったことがあったとき、頼りになる人があなたの町内にも必ずいます。それが民生委員、児童委員、話す、見守る、つなぎ役、民生委員、児童委員があなたをサポートします。ねえ、回覧板届けてくれない？はいはい、行ってきます。ただいま。お疲れ様。あ、ありがとう。なあ、お隣さん旅行行くとか言ってたか？いや別に。いや、ポストに回覧板入れようとしたんだけど、郵便物やチラシがそのままになってて。珍しいわね。お隣さんはお元気でよく旅行も行くけど、いつもなら留守中よろしくって声をかけて行かれることが多いわ。まあ何もないとは思うんだけど。一人暮らしだから民生委員さんが定期的に訪問してるけど、うん、念のためってことで連絡してみるわ。そうだな。ところでこの町内の民生委員さんどなた？やだ、知らないの？コンビニの西隣の鈴木さんよ。ああそうなんだ。じゃあ連絡はお願いね。あのお隣の秋山のおばあちゃんのことなんだけど。今ちょっと。あ、お疲れ様です。連絡ありがとうございます。前回訪問した時はお元気だったんですけど。そうですか。秋山さん、私です。民生委員の鈴木です。あ、よかった。郵便物取り込んでないみたいだったんで。大丈夫でしたか？ちょっと風邪気味でね。まあ病院行くほどじゃないと思うんだけど、なんだかやる気が出なくてね。病院なら車で送りましょうか？いや、もう風邪なら本当大丈夫。でもまあ心配かけちゃったわね。ごめんなさい。いやもううちは別に。本当何もなくてよかった。ありがとう。じゃあ私これで失礼しますね。今回はありがとうございました。じゃあ、あとよろしくお願いしますね。はい、近所の方の報告もあって今回は特に問題はありませんでした。一人暮らしの秋山さんとは相談の上、訪問間隔を短くすることにしました。そして楽しみを増やしていただくために、同世代の方が集い触れ合うことができるサロンにお誘いすることにしました。はい、おはようございます。ようこそ三愛お茶飲み会おいでいただきまして、よろしくお願いいたします。はい、ゆっくりどうぞお入りください。はい、ここは三愛お茶飲み会といって、高齢者の皆様とベビーちゃんの矯正型生き生きサロンでございます。まあなんか私ぐらいの人こんなにいっぱい、それに赤ちゃんも。そうそうそう、ねえ、いろんな子供から大人、おばあちゃんや
からおじいちゃんたちのいろんな行事がありますので、すごく楽しみにしてここへ来ます。楽しみです。はい、やっぱりあの元気でやってみて一緒になって雑談しますし、それから情報が結構入ってきますし、まあ、知識が広がる楽しみっていうんですか、歌を歌ったり皆さんとお話ができることがすっごく楽しい、うん、高齢者とベビーちゃんと一緒の日に同じ場所でするということで、共生型生き生きサロンということでずっとずっと続いております。高齢者の皆さんも赤ちゃんを見て元気になる、若いママたちもベビーちゃんもばあちゃんだりおじいちゃん見てやっぱり心が育っていくと思うんですよね。みんなさんで続けましょうということで、はい、頑張っております。さらに日常生活の困りごとをサポートしてもらうために生き生き支援センターをご紹介。今からちょっと簡単な調査させていただいて、はあ、ご相談を踏まえてですね、はあはあ、あのサービスの考えていきたいと思います。そうですか。おかげさまで楽しい毎日を過ごしています。前より元気になったわねって言ってくれる人いるぐらいよ。本当ですか、よかった、お向かいの山本さんと赤ちゃんだ。あ、本当だ。こんにちは。今日はいいお天気だし、ネオくんもハルトくんもご機嫌さんですね。初めての子育て頑張ってるね。ありがとうございます。でもこれでもちょっと前まではいろいろ悩んでたんですけどね。そうだったの、うん、パパもよく手伝ってるみたいだけど。はい、でも一月くらい前に夫が休日出勤になった時があって、その時私子育てが不安になっちゃって。どちら様ですか？こんにちは。この地区の民生委員の鈴木優子です。主任児童委員の佐藤明子と申します。先日ご案内をポストに入れさせていただきました。今日は赤ちゃん訪問で参りました。あ、確かに見ました。本当にうちまで来てくださるんですね。はじめまして。こんにちは。こんにちは。そうなんですか、ご結婚で初めて名古屋にいらっしゃったんですね。だからこの近くにあまり友達がいなくて。だったら今度子育てサロンに来てみませんか？子育てサロン？あ、おはようございます。おはよう。おはようございます。初めての山本さんです。よろしくお願いします。よいしょ。ちょっと子育てサロンスマイルへようこそ。保健師さんもいらっしゃってますよ。こんにちは。あちらが少し大きい子たちで、こちらが生まれたばかりの赤ちゃんとお母さんたちよ。こちら、はい、こんにちは。お邪魔します。私二丁目の山本って言います。よろしくお願いします。よかった、気に入ってくれたみたい。それにママ友もできたみたい。本当にいろんなサービスがあるんですね。夫にも話してみようかな。一人でいろいろ悩んでたことが解決しそうです。本当に助かりました。ありがとうございます。私たちはつなぎ役をしただけです。よかったね、頑張って。ありがとうございます。頑張ってね。またいろいろ教えてください。民生委員児童委員は法令に基づき厚生労働省から委嘱され活動する非常勤の地方公務員です。名古屋市では地域で推薦された
4000人を超える方が活躍しています。民生委員、児童委員は身近な相談相手として、見守り役として地域で活動しています。地域の皆さんからの信頼感を大切にするとともに、法により守秘義務があります。だからこそ安心して何でも相談することができるのです。普段の活動内容について教えてください。地域住民の一員として担当する区域で生活上の様々な相談に応じています。その解決に向けて一緒に考え、利用できる福祉サービスなどの情報提供や、行政などの専門機関を紹介するつなぎ役を担っています。一人暮らし高齢者や高齢者のみでお住まいのお宅を訪問して見守り活動を行うとともに、子どもたちへの声かけなども行っています。主任児童委員について教えてください。区域を持たずに子どもや子育て家庭に関する支援を専門に担当するのが主任児童委員です。名古屋市では初めての赤ちゃんが誕生したご家庭を訪問する赤ちゃん訪問事業を行っています。民生委員さんは何でも相談に乗ってくれて助かるんだけど、大変じゃないの？大変な部分もありますが、感謝されることもあり、やりがいを感じています。それに学区ごとに民生委員児童委員協議会が設置されていて、学区内の福祉課題や情報交換を行いますので、一人で問題を抱え込むようなことはありません。月に1回連絡事項伝達や情報交換の会合があるので、委員同士相談することができて課題解決に役立っています。それに民生委員児童委員は専門機関を紹介するつなぎ役です。市役所区役所や社会福祉協議会、生き生き支援センターなど、いろいろな組織と連携しているので、地域福祉に関するさまざまな問題解決の糸口になれるんです。なるほど。中心的なサロンとしては3つメインになっています。お互いが誘い合ってきていただいているということでね、楽しみにしていただいていると思います。それをまたよりどころに僕たちも会を重ねておるということですね。民生委員といえども、その土足で、ね、踏み込んでいくというわけにもいきませんので、とにかく次へつなぐということを、必ずやっていこうというふうに心がけています。公的機関にまずつないで、僕たちはあとはその方を見守って、なるべく出しゃばらないように必ずつなげるということを常に気にしながらやっておるつもりです。店員一人では何もできません、そういう面で学区としてサポーター作りというのは積極的にしていただいて、名古屋でも有数な規模を持っとると思いますけども、まだまだこれ昔の僕たちが子どもの頃にありました向こう三軒両隣というところまでは発展しておりません。お互いがこう過干渉にならずに助け合えるというような組織づくりというのが、ご協力いただける方が一人でも増えたら助かるかなというふうに思います。民生の方がお茶入れてくださって、お菓子をくださったり、歌歌ったり、折り紙折ったり、いろいろします。お友達が増えて楽しくて毎週行ってます。生後 3,4 ヶ月のお子さんのところに赤ちゃん訪問に伺いまして、私どもがやっております赤ちゃんサロンのご紹介などをさせていただいております。地域にお友達がいないというようなことを赤ちゃん訪問で伺うと、特にお誘いするようにしているので、こちらに来ていただいて楽しそうに輪の中に入っていただくと、お誘いしてよかったなっていうふうに思います。子供ができてすごい不安なこととかもあったので、お話聞いていただけてありがたかったですけど、心強いというか。子育てサロンスマイルを月に2度行っております。安心できる場所を提供しているだけで、危ないことがないかとか見守ったり、一人でポツンとしているお母さんは誰かお声をかけたりとか、そういう配慮はしていますけれども、
なるべくお母さんや赤ちゃんの力でお友達を見つけたりできるように見守りをしております。いろんなお母さんたちとお話ができるので、気分転換になっていいです。自分自身もいろんな情報を交換できますけど、子供が他の赤ちゃんをこう見て、なんていうの、興味津々だったりするので、成長につながるんじゃないかなっていうのがすごいいいところかなと思います。私たちは名古屋市の民生委員児童養護院です。話す、見守る、つなぎ役としてあなたの地域で活動しています。困ったことがあればお気軽に相談してください。お待ちしています。民生委員児童委員新庄。一つ、私たちは隣人愛を持って社会福祉の増進に努めます。一つ、私たちは常に地域社会の実情を把握することに努めます。一つ、私たちは誠意を持ってあらゆる生活上の相談に応じ自立の援助に努めます。一つ、私たちは全ての人々と協力し明朗で健全な地域社会づくりに努めます。一つ、私たちは常に公正を旨とし人格と執権の向上に努めます。